血管エアバッグの、リコール問題で、経営が悪化していたの高田が、東京地裁に民事再生法の適用を申請する方向で調整に入ったというふうに報じられています。自動車メーカーが立て替えているリコール費用を含めると、負債総額が1兆円を超す見通しで、製造業の経営破綻としては国内で戦後最大となる見通しとなっています。この件についてご所見を聞かせてください。はい、ある意味では、リアの企業として残念なことなんですけど、製造物責任とかですね、あるいは、保安事故とかですね、必ずしもそのコンプライアンス以外に会社の損立のリスクっていうのは、とりわけ製造業の場合は製造物責任と火災あるいは人身事故を含めた保安事故とかね、それプラス、今非常に話題になってます、そういういろんなコンプライアンス問題とかガバナンスの問題とか、子会社管理とか、そういうリスクの管理っていうのはいかにその経営の中で重要かっていうのを、今回またその提供するその商品なり、部材なり、それがいかに社会的、社会生活にネガティブな影響を与えるかということが、基本的にやっぱり経営の存立を揺るがすほどの重要な事態なんだということの一つの例かと思いますので、今後とも、日本企業、我々、経済を担っている各企業の経営者というのはですね、いかがで、そういうコンプライアンス、ガバナンス、あるいは保安事故に対する安全対策、これはコストを考えないで基本的には 100% 安全なことをやるという、製造物責任に対しても同じ考えで、やっぱりそういうことを徹底してやっていくということを、再度肝に銘ずるいい機会ではないかと、こう捉えています。続いて西日本新聞から質問させていただきます。報道各社の世論調査で、安倍内閣の、支持率が急落しております。共同通信社の、データを参考で申し上げますと、支持率が 44.9%、前回5月からは 10.5 ポイント急落しています。一方で、不支持は 43.1、8.8 ポイントの上昇です。加計学園の獣医学部の、新設計画で、行政が歪められたのではないという政府側の説明に対しては納得できないが7割超、一方で競合税の趣旨を盛り込んだ、改正組織犯罪処罰法に関しては、委員会採決を省略したことに対して 67.7% が良くなかったと回答しております。今回の内閣支持率の急落、代表幹事としてどのようにご認識かお聞かせください。まずね、面白かったのはその新聞社、調査会社によってあんなにも絶対値が触れてるってことがまず面白いなというのが一つと、だけど微分系としてのその低下率っていう意味ではかなりみんな似たような方法をやってるということで、そこはかなり正しいんだ。で、一部 の, そのネットなんかで、9社、10社のデータを全部こうばらして、それで平均値取ってこうやると、40が不支持で45が支持っていう、そんなデータもあるんで、いずれにしてもそのあたりだろうということを事実として、見ればですね、やっぱり明らかに今おっしゃられた、その情報開示そのもののやっぱり一部やり方の問題とか、あるいはそのテロ等のああいう参議院でのいろんなやり方の問題とか、それで国民が確かにまだ納得できてないっていうのがもう最大の原因だろうと思うので、特にしてるとかね、従来 の, そ
ものでなくて単に刀を開けようという基本的なところで、たまたまその一部に説明不足があるならば、まあ、今後を含めて、まあ、官房長官も言われているように、より国民が納得する情報管理開示を、ね、もっと続けていくべきではなかろうかと、こう思っています。まあ、それでもまだね、45を維持していることがまたすごいなと、むしろ思いますね。はい、ありがとうございました。各社さんどうぞ。関連ですね、今日お会いさせていただいて、夕方首相が会見するんですが、今、財務官僚が言われたように、説明策の部分が、それでも支持率を連続、一強時代に一強の体制には足りないという認識だと思うんですけども、ただ、すなわち、国会終わってしまうとですね、7月2日に都議選が行きたいと思ってです、ね、そこに向かって、まあ、東京都に対して、になると思うんですね。そうすると、まあ、家計問題も、まあ、領土内の審議についてもですね、忘れられてしまうんじゃないかという件が当然あると思うんですけども、内閣大臣自身君、特に家計問題についてですね、すごく皆さんで、まあ、出馬維新については、重要なところでも申請をずっと申請してた。という経緯がそれは職を解消中心にあったというふうに聞いております。ただそのやっぱり首相 の, その近い親近者そういうふうに、まあ、対局についてですね、行政の方向に行われたんじゃないかという指摘も、もっと問題時間がここで会見しているとおりですね、どうもやっぱり幕引きを引いてしまって、これで終わりという感じはどうしても否めないんですけどね、その辺についてもう少し政府としては、官房長官はその説明会を設けると言ってもですね、誤解閉じてしまえばですね、ちょっとそういう場合ではなかなか設けにくいのだと思うんですけど、それはいかがですか。文科省と内閣府の、まあね、意見の、まだ食い違いもあるじゃないですから、まあ、間違いなくそのままただ蓋をしようとは思ってないと思いますし、まあ、都知事選を前にこのまま放っておく方がやっぱりリスク、国民感情的にも、あるいは東京都という、まあ、こういう 地域に対してもリスクがあると判断される方向の方が確率は高いんじゃないかと思いますけどね。いずれにしても、まあ、ああいう特区制度を設けて、非常にスピード感を持って従来のやはりそのいろいろな岩盤規制を打破していこうという流れ、これはもう間違いないわけで、その中でやっぱりいろいろ変えてきたことも事実なんでね、これは否定するものではない。ただやっぱりそうは言ってもそのやり方の一部強引さっていうのをもう少しクリアにしていくっていう、そういう方向を取っていくんではなかろうかと思いますよ。このまま放っておくとやっぱり国民感情的に納得できないんじゃないかなってことをむしろ重く受け止めるんじゃないかなと僕は期待してます。政党に使われたっていう指摘も一部あるんですけどね、民進党は、まあ、共産党も含めてかなりこう厳しく追及はしたんですけど、まあ、時間切れという感じはどうしてもやめないです、うん、まあ、政争の句っていうか、ただ真実をお互い知りオープンにするっていうのは数字ではないかと思います。ちょっと古いですが、やり方ですね、一旦最初ないと言いながら、うん、調べたら出てきたっていうのは、あれはリスク管理の点でいうと大変まずいとは思うんですけど、この辺はいかがですか。まあ、まずいけど、なんとか進められると思ったんじゃないですか。やっぱり皆さんもお強いですからそれで、まあ、だんだんそういう事実も出てきたわけで、まさに国民の声と政治の権力者という中での一種の、まあ、攻防なんじゃないでしょうかね。それとやっぱり支持率もね、僕ぐらいの世代っていうか、まあ、50代とか70代はかなりリスタブリッシュメントっていうか、
結構政権に対して批判的な、人たちが、まあ、半分以上いるので、若い人がね、やっぱり政権支持だっていうことを、まあ、どう考えるかっていうのも一つの、まあ、ポイントになるんじゃないかな、こう思いますか。すみません。朝日新聞の山口です。小原さんですけど、今の件なんですけども、本当、経済界としてはですね、戦後有数というか、まあ、小泉政権に並ぶその超安定長期政権に対する期待というのはですね、まあ、税制の面でも、政府の言葉ではソサイティ5.0 の実現のためにも、もしくは外交という意味でもですね、ものすごく期待が高かったと思うんですけども、それは政権を支える一つは、まあ、支持率が高かったというところもあると思うんですけど、そこに陰りが出てしまう、まあ、これがこの結果が続いてしまうことへのですね、期待値の高さ、今まで期待値が高かったようにその危機感で、経済同友会としては安倍政権よりも先駆けてですね、憲法を見直すぞといった立場、その憲法についてもちょっとできるのかというところにも不安が出てきちゃうわけですけども、期待が高かったようにこのまま政権が落ちてきてしまう、支持率が落ち続けてしまうことへの危惧というものについてはどのようにお感じになっていて、そうならないためにさっきも言及ありましたけれども安倍政権としてはどういう期待を込めたいものでしょうか。経済同友会ご存じのように、まあ、71年目に差し掛かってるんですが、最初のその経済同友会 の、 その設立収支にも書いてありますように、そのどっかの政党を支持するものではないっていうのが基本的な伝統なんですね。まあ、まあ、そういうものを DNA を引き継ぎつつ、やっぱり経済人として是々非々で臨むという姿勢は今も、まあ、引き継いできているわけで、その、まあ、そういう中で今までも例えば、まあ、新しい、まあ、インダストリー 4.0 っていうか、コネクティブインダストリーっていうか、ソサエティ 5.0 かっていうか、言葉はどうでもいいんだけど、そのやっぱり時代がバーチャルエコノミーっていうか、その単にリアルな、今手に我々が触って重さを持った経済学からサービスのもっと先の AI なり、あるいは IoT なりデータセントリックな、そういう社会になるっていう、そういうバーチャルとリアルをこうミックスした経済、これに対してやっぱり一緒にかなりこう議論をし、この前に進めよう、まだ成長戦略として結実するとか手の内に来たなんて、こんな類のものは10年20年かかりますんでね、それはあんまり請求にこう結果を求めてもしょうがないんで、むしろそれをかなりフェーズ合わせて成長戦略として議論できたっていうのは、やっぱり安倍政権 の、 このスピード感とそういうものに対する理解っていうのは極めて評価する一つだと思うんですね。それと、まあ、この70年戦後が経て、70年ダウンを出し、あるいは、まあ、未だに北朝鮮、かつて中東以上に極東の方が、非常に防衛的にも政治的、そういう地政学的なリスクが増えた中でね、まあ、このままほっとくわけにいかんだろうと。だから我々はそのグローバル化とそういうデジタル化と、まあ、ソシャル化っていつも言ってるんですが、そういう大きな70年経た大きなうねりの中で、一体国を守るっていうことはどういうことなんだろう。新しいテクノロジーが、まあ、今まではガーマっていうか Google やソフトバンク、あれですね、Amazon や、まあ、そういったその明らかにプラットフォーマーに負けてしまった、単に製造ベース輸出ベースでやってきた経済がものすごい音を立てているのに、変革している中で経済人として、相当こんな状況ではまずいだろうと。この2つはかなり大きな、その経済と政治っていうのがこう一部近いところなんですね。ただ政治はそうは言っても常に選挙を、まあ、選挙で落ちたらただの猿っていうか、猿の人ですから、木から落ちたら猿と違うから、それはもう当然そのローカルなことしか考えないから、自分の選挙区っていうか、だから極めて今が良ければ、で当然やっぱり国民が、民意がこう支持してくれるっていうものでしか選択できない。
から経済人というのはやっぱり5年10年その会社のサステナブルなその持続可能な発展を10年20年先の社会を想定して今手を打つ。でそれも別にローカルな選挙民のことは一切考えなくて、グローバルにむしろそのグローバルな競争社会の中で勝ち抜くのはどうかっていう、こういうもう立ってるまさに位置が違うんだね。ここは僕らは僕らなりの主張をするっていう、そういうスタンスから見れば、さっき言ったそのもうちょっと国を守るとか日本国って何なんだろうってのをそろそろ新たに考える部分と、その経済的なグローバルにおける優位性っていうのを、特に新しいイノベーション、新しいテクノロジー、これはそういうものを取り入れて、そのデータセントリックであればあるほど今後はその社会保障、特にデータヘルス、そういう老人のケアも含めてコストのめちゃくちゃ高い中で、こういう老化社会でそういうコストを減らすためにデータを使っていこうとか、まあ、そういうのも含めて非常に、そういう意味では政府と民といいますか経済界が共同歩調でやっていけるというのは非常に、今後期待できると思うんですが、今言いましたようにそういうグローバルな視点なり長期的視点なり、あるいはそういうどちらかというと非常に国会三権分立のそういったものの進め方等に関しては我々としてはやはり納得できないものは納得できないというそういう見方を続けていこうかと思っています。だとすると林さんおっしゃったような状況だとすると、今長期政権ゆえに経済界の小林さんとしても期待したことがずっと安倍政権を打ち出してきたわけですけども、支持率が下がってしまうことによってその禁止眼的になってしまう、その過去歴史政権の歴史ということもあったわけですけども、その危惧嫌い懸念に対してはどう。だからこれはね、今後、消費税をどう持っていくのか、今回の骨太でもちょっとトーンがこう変わってきた匂いがしますよね。それとか、憲法議論にしても、あるいは、今後のこういう金融政策、あるいは財政政策、あるいは今かなりこうフェーズを合わせて一緒にやっている成長戦略、こういうものの今後のやっぱり動きによって我々自身もまたいろんなアクションを取っていくと、こういうフェーズではなかろうかと思いますけど、最後に今小林さんがおっしゃった骨太の匂いが変わってきたというのは、具体的に言うと財政目標について一つ指標が増えたということというか、大体、これはどうでもいいやっていう人もいるかもしれないけど、やっぱりあそこの文言から消費税って言葉が消えてしまったっていうのと、まずプライマリーバランスを2020年までに黒字化して、でその後でどういわゆる債務の GDP を発散しないようにこう下げていくっていう文章が、消費税がなくなると同時にそのプライマリーバランス黒字化と同時に債務と GDP 比を下げていくればいいだろうと、こういうふうに変わったっていうのは、これかなり、国語の問題だからね、算数は消費税やること、プライマリーバランスってのは算数からなんかで分かるかもしれないけど、言ってみればその瞬時的に年度ごとにこうチェックするフローの部分と、でどちらかというとデッドが GDP 比で下がっていくってい こうストックの部分、所詮同じなんですよね。だけどなんでそれを同時にしたかってことは、当然金利が今めちゃくちゃ前だから低いってことと、より財政出動をすれば建築国債も含め、そうすれば分母がでかくなりますから、それで債務の金利が低いがために国債に対する利払いが非常に少なくなってるから、一見ちょっと下がるように見えるって、そこに一路の望みを託して財政出動したいなっていうのは、一つの考え方っていうか見方はありますよ。だからわざわざ今の金を変えてゆくゆく来年あたりにどう備えていくかっていうあたり、だからここはやっぱりよくウォッチしていくべきだなと。
どういうことだと。半導体の事業のことなんですけど、こちらの話大変恐縮なんですけれども、名誉幹事小林さんの以前、東芝の半導体事業の売却に関しまして、米国の会社と今まで一緒に来たからそのレベルいかに動くか当然考えるべきだとおっしゃられたと思うんですけども、ね、それで今足元で日米韓という枠組みというのは有力な先として一つ考えられているわけですけども、この足元の動きにつきましてどのように見てらっしゃるのか、また以前の考え方について改めていただきましょう。詳細の話はここはどういう場合なんでちょっとやりますけど、基本的には何も変わってません。会長になったんで直接のオペレーションは、むしろやってないというか、委員会と設置会社なんで、監督にかなり徹してるつもりなんですがね、その自分がオペレートしてた、社長やった8年間というのはデフレマインドとかなんて考えたことないね。とにかくアグレッシブにやるだけ勝つで、僕は経営者みんなそうだと思いますよ。デフレだからって関係ないじゃないかって思いは、でそれはね、さっき言ったグローバルって言葉がものすごくキーワードである。その M&A にしても、失敗もあるけれども、国内の M&A も含め海外での進出っていうのはここすごく増えてるんですよね。で、たまたま内部留保が数値的に増えてるのは向こうの有価証券が増えてるからっていう部分ももちろんあるわけで、もう国内は、ここまで言うのもちょっと言い過ぎかもしれないけど、人口が減り老化社会になり、あまり期待できないだろう、良くてフラットだろうと思っている経営者はこれ結構多いと思うんですよ。だからものすごくアグレッシブに海外に行ってみれば中国で失敗したりインドで失敗したりもうしてますが、あるいはアメリカでガバナンスがうまくいかなくて失敗もしてるんだけど、ものすごく僕は今の経営者はそんなにヤバじゃないと思うんだよね。でたまたま国内にあんまり投資してませんよ。それ特に重化学工業なんて、僕なんか科学なんて石油が苦労するばっかりですからこれしょうがないだろうって、マーケットがないんだ。でそれはデフレマインドと全く関係ない。やっぱ企業を守るっていうのはグローバルに戦って勝ち抜いていくっていう、そういう見方で、だけど政治っていうのは国内しか見ないから、だからいつも言ってるようにその食い違いなんですよ。で、だからといって日本に住んでるんで、今言ったような新しいテクノロジーでそのデータベース、データセントリックな社会を実現して医療費を下げるような、そういうヘルスケアの事業を展開しようとか、どんどん難しいことが国内に残ってるんだけど、そういうところで頭使ってイノベーションを起こそうって経営者もいっぱいいると思うんですよ。だからあんまりね、シンプルにデフレがいけんとかデフレマインドが払拭できないとかっていうより、時代状況がそうなってるだけであって、経営者はものすごくアグレッシブだと思いますよ。でそういうことがまたデフレを喚起してるんじゃないか。よろしいですか、共同通信でしょうか。一応閉会となった国会全体に対する評価っていうのを出していただきたいんですけども、今国会で一応その共謀罪に関する法案が成立したりですとか、天皇さんの特例法案が成立しました。で一方でその懸案だったの労働基準法の改正案などは先送りになりましたと。で後半、後半国会ではその家計問題ですとか、あと森友とかどっちかというと政策がおざなりになってしまった感もありますけど、全体を見てこう代表幹事の評価というものを聞かせていただきたい。やっぱり
野党の攻め方が弱いっていうか、まあ、それも含めて、あるいはまあはっきり言って本当の本質的な議論はどうしたらできるかっていうのをもうちょっと考えるべきだってなると、やはり経済系から見ますとね、その労働問題っていうのはフレキシビリティ、どれだけその労働の流動性を付与しないと日本の中で活性化、経済が活性化しないかっていうのは、これはもう明らかなんで、で2、3年前からそういうプロフェッショナルのね、あの働きっていうのをあれ、あの法律の中で用意しているのに、未だにまた先送り、これがやっぱり一番問題ではなかろうかと。本当に成長戦略を議論するんであれば、労働の流動性をもっと活性化するっていうところにエネルギーをかけてもらいたいし、まあタバコ禁煙法令は通さないとしょうがないんじゃないかなと、世界のね流れっていうか常識から遠のいちゃってんじゃないかっていう、そういう思いが強いですね。でインドとのですね、原子力協定もあの最終的に承認されたんですけども、この原子力協定について小林さんにも何度かお伺いしてるんですが、あの東芝、まあ、ウェスティングハウスが実際インドと国会仲だったという経緯もあるようですけども、東芝はこうなってしまって海外の原発事業をやめると、日本にはまだ他にも原子力発電の会社はあるわけですけども、あの福島もまだあの海外から見たら本当に信用大丈夫なのかという信用が回復できてないさなかでですね、やっぱりここでインドという、まあ、貿易上、外交上、極めて大切な国とこの原子力協定を結んで、原子力日本が旗を振り続けることというのはやはり必要なものだと思うんですけど、さらにもしかして国際的に信用を高めていくにはどのようにしていったらよろしいかと、これはね、本当に複雑な問題でね、来年日米原子力協定も控えてますし、まあ、今日あたりのニュースだとムーンさんが、韓国のムーンさんが、新たな原子力、原子炉は白紙に見直すと、こういう世界のこの流れの中で、まあ、されど日本は、まあ、まだ原子炉5基目が動いたかどうかの中で、廃炉という大きな、まだ40年50年かかる責務を持っていって、若い人たちにやっぱり廃炉なり、今後世界に500炉もあるような廃炉っていうものをどう考えていくのかっていうのも含めて、原子力の研究そのものなり教育をやめるわけにいかないっていうような中で、その新たなるその原子炉に対してはもう少し、これ、一定程度国内はかなり民意ははっきりしてるんですが、まあ、それと国外は全く違うというわけにもいかないだろうし、ウェスティンハウスとかアメリカの原子力政策、これ自身も今後そのトランプ政権でどうなるかまだ全然クリアじゃありませんのでね、唯一言えることはとにかく国内の廃炉はきちっとやるべく東京電力を中心に頑張ってもらいたいのと、まあ、これも全くもってその電力の自由から始まって、今度の環境問題も含めたエネルギーミックスというのをどういう形で見直すか、まあ、そういうちょうどまた時期に来てますしね、総合的にやっぱりもう少し国民的議論が必要なんじゃないかな、ただ声だけというわけでもいかないですね、せっかくここまでいずれにしたってウラン、プルトニウムも溜まってきて、ウランも日本国土にはあるわけで、それで地震国で、だから経済同友会としては前々から言ってますように、宿原発、まあ、40年60年先には自然エネルギーにこうそれをいわゆる CO2 をあまり出さないっていう、化石燃料ではないものって自然エネルギーと原子力しかないですから、この辺を原子力を縮小しつつ自然エネルギーどういうタイムスケジュールで持っていくかってことをもう少し技術論も含めて、まとめていこうと、こういう今段階